リスナーと。ポケットも多く収納力抜群で拡張性にも優れるスリングバッグ、マックスペディションのリモラギアスリンガーのご紹介です。さまざまな使い方ができる多機能なスリングバッグです。サイズを見ていきましょう。縦約25センチ、横約20センチ、厚さ約13センチ、重さは約540グラムです。素材は耐水性、耐摩耗性に優れた軽量バリスティックナイロン生地を使用。テフロン加工により耐水性をさらに向上させ、汚れにくくなっています。収納部を見ていきましょう。メイン収納部には大きなポケットが2つついています。1つはメスのベルクロが備わったポケット。このベルクロにインサイドキャリー用のホルスターを取り付けることでハンドガンを隠し持つことができます。が、日本ではやめた方がいいでしょう。もう一つのポケットは飛び出し防止のためのベルクロ付きバンドがついています。どちらも iPad mini がぴったり入る大きさです。フロント収納部にはポケットと弾性バンドがついています。キーホルダーなどを下げるためのストラップもついています。フロント表面部にはジッパーポケット、パルスウェビングが4コマ2列備わっています。これはバンジーコード。その後ろには輪っか状の収納がついています。ライトなどの細長いものを収納することができます。パッチスペースがついているため、お好みのパッチをつけることができます。上部にはキャリーハンドル、サイド表面部にはそれぞれ2コマ3列のパルスウェビングが備わっているため、ポーチやパーツなどを取り付けることができます。部にはドレインホールがついており、雨でも水が中にたまることはありません。背面にはスナップボタン付きポケットが配置してあります。その中にはメスのベルクロがついているため、インサイドキャリー用のホルスターが取り付け可能です。体に触れる部分はメッシュ生地、クッション素材となっています。長時間使用しても蒸れにくく、痛くなりにくい仕様となっています。調整可能なショルダーストラップです。こんな感じ。リア表面部にはベルトループがついています。これをベルトにつけることで激しい運動でバッグが揺れたり位置がずれるのを防ぎます。ショルダーストラップはどちらの斜め掛けもできるように付け替えが可能です。
ストラップ自体を取り外して収納すれば、単体で持ち運びができます。キャリーハンドルの両端には D リングが備わっているため、両方ナスカンのショルダーストラップをつけることで、ショルダーバッグとしても使用できます。以上、マックスペディションのリモラギアスリンガーのご紹介でした。